はい、ということでですね、とね、もう一本ペンギンさんと撮っちゃいましょうか。彼の大好きな大好きなチョコでございます。ここだとね、絶対あいつはあれですよ、なんです、あれ使ってきますよ、マストン、間違いない、間違いないですよ。ペンギンどこにいた、横か、マストン使ってないのかな。やっぱ使ってますね。あ、くそ、ついついシグノル。ついついシグの勢いでね、あれやっちゃいましたよ、リロード。そんなしなくてもね。もうね、あのペンギンさんはね、僕は許す気はないのでね。ダメがクソいのはまあ許してくださいよ。このままね、あのクソペンギンをね、ちょっとぶっ殺してね。おっとっと、ソラリスイッチが悪い。このレベルの戦いでね、マストンのね音がするわけないんですよ。観念してください。武器解放なんてしてもね、面白くないでしょって話ですよ。結局勝てないことにはね、変わりないんだから。いいっすね、いいっすね。実はですね、この1本前が、1本前もですね、雪原でペンギンさんとやったんですけどね、雪原でペンギンさんとやった時はですね、まあまあ余裕で勝ちまして、その前にですね、実は初歩で撮ってたんです。撮ってはなかったんですけど、プレイはしてたんですよ。初歩でプレイしてた時にね、僕はそのショットガンのね、スキルを上げて、なんですか、あれスキル上がったら経験値もらえるじゃないですか。それを貯めようとね、ショットガンで頑張ってたのにね、あいつがですね、マストンみたいなんでね、レベル低いくせに暴れるから、僕はもうイラッときて、イラッときて、ここに至るってわけですよ。人がいない。よくやったよ。惜しかったな。まあまあ、惜しくはないです。ただお前が嫌いなだけだ。絶対だからね、ここではね、負けたくないです。くそ。とはいうものですね、やっぱりね、マストンなんてね、使われたらね、きついわけでして。うわー、くそ、ふぅ、マストン、ペンギン、大暴れってやつですか。なんだと
やばいですね、やばいですね。マジか。これはまずい。よし、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。あと4キルすればあのクソペンギン退治です。あのクソペンギンを退治する日まではこの攻撃の手を緩めるわけにはいかんのですな。いかんのです。あと1キルです。はい、いただきました。ということで、チーターを見ると、血が騒ぐ私ボーンがお送りしました。2位のペンギンさんですね、要注意ですよ。武器解放チートのクソ野郎ですからね。武器解放チートでマストン使ってこの成績なんでクソザコいのは分かってるんですが、すいませんね、口が悪くて。チーター大嫌いなもんでね。まあまあよく覚えておいてください。チートは使うなってことです。雑魚嫌いね、雑魚いなりに頑張れってことですよ。ね、いつか腕は上がりますから、真面目にやっていけば。腕を上げることを考えずにね、マストンなんて使ってね、こんなところで。さっきの雪原でもイバナ使って結局打ち負けてるんだからね。まあ、もしチート使ってる人で、まあ、弱い人で見た方が、この動画見た方がいたら反省してくださいね。よろしくですよ。バイバイ。